ミニジョン・クーパーワークス WRC は、プロドライブがミニカントリーマンをベースとして、世界ラリー選手権3専用に開発した競技、専用車である。名称は、往年の名チューナーであるジョン・クーパーに由来する。1960年代、同志によるチューニングが行われたミニは、様々なモータースポーツで活躍するが、中でもラリーでは1964年、 1965年、1967年にモンテカルロで優勝しており、ミニとしての本格的な参戦は約50年ぶりとなった。ベースとなるカントリーマンはロングホイールベースを持つため、クーパーに比べて直進安定性が高い。車両は BMW が提供し、開発は過去にスバルのテクニカルサプライヤーを務めるなど、 WRC の経験が豊富なプロドライブが担当。WR カーと S2000 仕様が存在し、WR カーは大型のリアウィングとフロントに空力効果のあるエアロパーツを装着、サイドウィンドウが軽量化されている。開発ドライバーはダニソルド。エンジンは市販の BMW 製1.6リットル直列4、気筒ターボをベースに BMW モータースポーツが WTCCO を踏襲して手掛けたものだが、熟成不足は否めなかった。その後の性能向上版では出力向上とともに、バルブタイミングやノッキング発生を抑えながら、最大のトルクを引き出すためのノックコントロールが改善されている。2013年の第4戦ポルトガルより、プロドライブが開発したレースエンジンが投入された。サスペンションは前後とも、 マクファーソンストラットを採用し、他メーカーの WR カーに比べて、ストロークが短い。2011年、BMW ワークスとして、スポット参戦を開始。同年3月に、S2000 がポルトガルで、5月に WR カーが、サルディニアでデビューし6位入賞。2012年、開幕戦のラリーモンテカルロでダニソルドのドライブにより2位に入賞するも、 同年2月にプロドライブと BMW の関係が決裂したことにより、以降はプライベーターとして活動している。ワークス活動は中断するものの、BMW モータースポーツは今後もプロドライブと1.6リットルターボエンジンを開発していくことを表明した。2013年、WRC クラスでは唯一ロトスチームが使用していたが、第7戦のサルディニアより、 フォードフィエスタ RSWRC へ変更している。第10戦のオーストラリアは地元出身のネイサンクイーンが最新エンジンを搭載したマシンで WRC クラスに参戦した。ありがとうございます。